ここより世界に痛みを、神羅転生。敵はどこにおるんだ。してこの葉の外に口をさせなんだんじゃ。ここがこの葉が。あたりをよう見てみんさい。まさか。誰がこれをやったかは明白じゃ。綱手様、ご無事で。なんだこれは。許さんぞ、ペイン。額のマークがない。これではもうみんな無事だといいんだが。大丈夫ですか、平田様。それより甲の怪我を。私のことなど気になさらぬよう。宗家が出払っている今、みんなが怪我をした。それにしても、あれはナルトだ。ナルト、探す手間が省けたな。どうしてこんな無茶を。これが俺の正義。私はこれからあなたを見る。神分身をここまでにする。口寄せの術。ちょ待て。私は五代目北先代たちの宝を、夢を蹂躙したお、ここで火影として決着。少しは痛みを理解したようだな。あるのはこんな奴らに木の葉の火影が出るまで。ナルト、渦巻きナルト、天道の力、当分は元に。ガマキシ、砂田のばあちゃんを安全なところへ。なら勝井を連れて行け。少しは役に立つはずだ。奴らの情報。勝井ちゃんよ、ナルトちゃんのふと。カカシ先生は任務で里の。そうか、行け。ガマキシ、口寄せの術。さくら、お疲れ様でした。口寄せの術、先方かわずら影分身の術、先方大玉らせんが。ペインの目はつながって。なら見えねえ攻撃見せてやるぜ。ほんどれ、一番不器用ですから。お手なし一緒に。かわしたはずがこれか。チンタラしてる暇はねえ。真術で一気に終わらせる。そうか、お前は仙人王。俺もジライアから術を学ん。ジライアは俺のかつての師。死は平和を望んでいた。ふざけるな。あの術はナルトのチャクラが、そう、まるで手裏剣。これのどこに平和が。お前には平和の意味が理解できて。おとなしく捕まれ。ふざけんなって。何をった。なんか拡大し、口寄せの術。デイダラの言って話を聞くようなやつでは。なんだ、誰か戦ってんのか。ナルト君です。ナルト。はい、
戦術を身につけて、今一人でナルト君に手を出さないように言われま、里をこんなにした奴だぞ。そんな奴相手に術を身につけたということは、もう我々とはレベルが…さあ、打撃を与えるとそれだけ分裂します。いっちゃえ、ジャケイ、どうやってこい、ほやぼ、動きが鈍ってきた。さっきの術で戦術チャクラを使い、任務モードが切れる前にこいつだけでも勝っ、母ちゃん、分かったら人類間のつながりを切り離すけ。ドゥー、母ちゃん、これから文ちゃんをナルトちゃんめがけて、これからわしの言うこと行くで、父ちゃん。先方フートン、うん、やつはどこだ。予選連合、戦術は切れた。善人モードでも螺旋手裏剣は危険じゃけど、今のうちに擁護するしかな。ナルトちゃんならではの方法からそれをやるんじゃ。ぜひプロチュルト、こっちじゃ、ナルトちゃん、渡せ、わしゃや、来い、親分たちは下がってくれ。螺旋手裏剣で巻き添え食うと危ねえ。強がってからに行くぞ、ナルト。呼んだで、術を解きにさ。どうなっとる。簡単じゃ。よし、もらった。こいつは、そうか、こいつは確か忍術。なんだあれ。どうやらあのペインがキーマンのようですね。おそらくあのペインがそれを担う能力。どっちにしてもさっさと奥のやつを裂き、煙玉も一緒に。よし、無駄だ。お前が吸収したのは、へ、と力が戻った。まだだ。戦術なせ。よし、あと二人。しかし何をやっ、ギリギリか。神羅転生。大丈夫か、ナルトちゃん。おそらくこの里を吹き飛ばしたのも同じペイ。忍術も体術も効かん。その間を狙い撃ちするしかありません。やはり現実にはめるしかないの。俺は現実なんてできねえ。わしらがするんじゃ。これなら逃げ場はない。神羅転生。間違いありません、ナルト君です。ナルト君がたった一人で。ダメです、ヒレだ。こんな戦いに入ってもナルト君の足手まとい。ナルト君、チクショー、お呼びんたちまで。つべこべ言えずにやるんじゃ。わかっとるが、術を発動するまで少し時間がかかる。戦術チャクラが練れたら現実を始めてくれ。動くなの。戦術チャクラを練る役目を、なんでもっと人数を増やしとかんかったん。役割分担もしたが、戦術チャクラを練るのが、でこっちの戦闘影分身も3人分しか。お前は確かに強い、だが
万象天印。ここまでにしておこう。ナルト君、安心しろ、殺しはしない。こんなの大して痛かねえってば。今度はこっちから。確かに。なんだ、力が抜け、俺から戦術チャクラを吸収し、キュウリ捕獲完了。その発動までもう少し耐えてくれ、ナルト。まだまだだ。なら動けねえからちょうどいい。やっと観念し、自然エネルギーは扱いがむず。そうか、あのペイ。戦術チャクラ、それなりに少し違うな。どういうことだって。あのペインたちは操り人形。よし、準備できた。行くで、母ちゃん。うわぁ、あの現実はもう懲り。かなりのやり手だよ。万象天印。これで少しはおとなしくなるか。ではなんだ、一体なんだってんだ。なんで、いつも突然だ。理由は後になってき。そうだな、少し話をしよう。俺はなんでこんなことを。その理由をお前に話したところで何も変わりはしない。お前と話すことなんてない。の目的はジライア先生も成し得なかった。平和を生み出し正義。こんなに仕上がったお前なんかが偉そうにほざいてんじゃ。ならお前の目的は、それこそ正義だな。だが、どういうことだってばよ。火の国、そして木の葉は大きくなりなければ国、里の民が飢える。お前も俺も目指すものは同じだ。お前も俺も何も変わらない。俺が木の葉に対してやった正義は、大切なものを失う痛みは誰も同じ。俺たちは正義という名の復讐へと駆り立てられ、今その事象の中に生き、過去を知り見分けして理解し合うことのできない生き物だと悟らざる。お前なら平和を作るため、この憎しみと、お前の答えを聞く。わかんねえ、そんな。俺はその憎しみの連鎖を止めるために、本当の痛みを世界へ知らしめ、その痛みの恐怖で人を安定と平和へ導く。人間はそんなに賢い。痛みも何十年と時が経てば癒えていく。た一時の平和が訪れる。それが俺の願。長門、あまり無理をしないで。平和は目の前だ。お前は俺の平和を嘘っぱちだと言う。エロ戦には人が本当の意味で理解し合える。口だけだな。ペインのチャクラが入ってくる。しっかりせえ、小僧。そいつが何言おうが、お前は聞くもんなとこでお前がくたばったら、うちが言うんだ。うるさいカエルだ。悔いで、ナルト君の動きを封じているのね。ナルト君にはもう手を出させない。なんで出てきたんだってばよ。私の独りよがり。何言ってんだ、危ねえとこ出てくるんじゃねえ。ここに立っているのは私。今度は私がナルト。泣いてばかりで最初から諦めて、そんな私をナルト君が正しいと。いつもナルト君を追いかけて、ナルト君と一緒に歩きたくて、いつもナルト君のところへ。ナルト君の笑顔が私は、ナルト君を守るためなら死ぬこと。私はナルト君が大好きだから。はっ、ああ、なんだ、あっ、ヒラだ。ナルト君に近づけない。このまま終われない。銃を総スケッ。はっ、
ヒラだ！ヒラだ！やめろ、ヒラだ。お前ごときの力、なぜ戦う？死ぬと分かっている。まっすぐ自分の言葉は、それが私の人道だから。ちょうどこんな風に、俺の両親もお前ら木の葉の忍び、愛情があるからこそ憎しみが生まれ。そこだ、痛みを知れ。あれは俺が憎い。九尾の力か。二人でナルトと呼応するようだな。憎い、本当の意味で理解し合えると言えるか。それでいい。俺の痛みはお前以上。行くぞ。この程度か。やるな。このチャクラの感じ。ヒナタ様がナルトを助けようと出ている。まさか。封印術か。封印を解いた。来る。早い。ラッテンセイ。バカな。死んだ天聖に対。何？すごい。なんだ。ナルトはどうなってますか？とにかくナルトから6本の尻尾が。6本って、じゃあ、あの時より。九尾の力、素晴らしい。ナルトもペインも里からどんどん離れていくぞ。天道を十分近づく。地縛転生。そこまでしなくても。少し黙ってろコナン。集中する。地縛転生。Thank you.
何もここまで大きなものを。相手は九尾だ。それに陸道仙人の作ったと言われる。とにかくこれで九尾捕獲。なんだかそんなの嫌だ。わからねえ。俺ってばどうすりゃいいか。助けてくれ。すべてを壊す。そうすれば苦しみか。そうだ、それでいい。こっちに来い。なるべくそうなってほしくはなかった。もうお前に会いたくなかったしね、キュービー。でも成長した息子に会えるのは少し楽しみで。四代目ほか来い。ズタズタにし。もっともだろ、ナルト。どうして四代目ほかげが俺の名前を。お前の名前は俺がつけたんだから。せがれ。じゃあ。うん。四代目。うるさいね、後ろの。三代目は何も言わなかったようだ。なんで息子の俺に九尾なんか封印したんだ。だから俺頑張って頑張ってみんなに認めてもらいたく。ナルト、何歳になる。6歳。そうか、もう十。すまなかった。四代目のおかげの。なぜわざわざそんなことをしたのかには理由が。今から16年前、キュービが里を襲った時もかなりの力を持つ忍びだ。おそらくそいつはまた里を襲う。もうこの葉の里は潰されちまう。俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ。それに俺ってば。お前ならその答えを見つけられる。信じている。本当に俺にそんなこと。で言っても子供を信じてるのが親ってもんだから。で俺もそろそろ行かなくちゃならない。チャクラも薄れてきている。印を組み直す。だがこれでザハはまだやり直せる。頼んだぞ。ありがとう父ちゃん。どうしてこんな無茶を。あなた、ナルトのこと。ナルト君は自分でキュービーを抑え込みました。今は最後のペインとの決着をつける。答えを持たぬお前ごときが。タトゥー、この距離ならいける。俺が諦めろ。ラセンガン。ナガト、最後のペインが潰され。ペインはこいつでチャクラを受け取って動いていた。抜き取っちまえばこれでもう動けねえ。お前も俺も目指すものは同じ。お前も俺も何も変わらない。お前はお前の正義のために。私は痛みを理解できたか。理解をしたところで分かり合えるわけでもない。憎しみの連鎖が始まる。それが歴史。忍びの世界は憎しみに支配され。行くんですか。一人で行く。あ、日向様。よかった、心配したよ。ありがとう、さくらさん。ナルト、おっちゃんたち。お前がここにいるってことは6人目のペインに勝ったとか負けたとか。何があった。口ではうまく言えねえ。とにかく俺ってば、これからペイン本体の。
俺一人で生きて。ここはナルトの言う通り、一人で行かせて。四角、お前。ペインを止めたのはナルトだ。それに、こいつなりの考えが。しかし。いいから、行かせてやる。コナン、下がれ。お前が、ペインの本体か。平和がのこのこや、俺が憎いか、復讐を成し遂げたいだろう。と今ここで殺し、復讐をしたと。何も答えられなかったお前。安心しろ、急所は避けてある。こいつ、わざと言う。けど他に確かめたいこと。確かめたいこと。気持ちを確かめたかった。やっぱてめえは許せねえ。今にも殺した。には本当の意味で理解し合える時代が来るって。俺にそのやり方の答えを託すって言ってきたって。やっとエロ仙人の言ってた。だが俺を許せないことに変わりはないはず。確かに。